その実は神経、皮膚には神経が非常にたくさん張り巡らされているんですけれども、そこには実は10種類ぐらいの細い神経の、サブタイプというか、10種類ぐらい実は存在していて、でその中で、痛みを、感じる神経とか、痒みを感じる神経というものが別々に独立して存在していますので、痛みと痒みというものは、独立したものであるということが、ようやく最近分かってきました。皆様こんにちは。本日は樺柴健治先生に、皮膚とかゆみについてお話を伺いたいと思っております。樺柴先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。樺柴先生は、講談社のブルーバックスからですね、こちらの人体最強の臓器、皮膚の不思議という本を書いていらっしゃいます。先生、これとても面白く、最新の皮膚のことについて、分かる本でございますけれども、この副題にもありますように、皮膚というのがこれ臓器ということでございますよね、先生。これはなかなか皮膚が臓器っていうのはまだピンとこない方も多いと思うんですが、最初にお聞きすると、どういうふうにこれ理解すればよろしいですか？そうですね。まずこの本を書いた経緯っていうのは、はい、まず皮膚科って教科書は皮膚科医向けとかですね、医学部の学生向けの教科書っていうのはたくさんあるんですけど、一般向けの書っていうのは全然実はなくて、で、そういう中で、皮膚というものの大切さを知ってもらいたいっていうのがきっかけで書いたんですけれども、はい、よくですね、五臓六腑とか、その臓器っていうと、なんとなく体の中にある胃とか、肝臓とか、そういう臓っていう字が、漢字がついたものを臓器っていうふうに、なんとなくみんな思ってるかもしれませんけれども、はい、臓器っていうものは一つ一つ役割が完結してあるわけですね。で、そういう中でも、皮膚という器官にも、汗を作るとか、油を作るとか、バリア機能を果たすとか、さまざまな役割がきちんとありまして、中にある臓器を守る、外にある、最も、目に見えるところですけれども、臓器でして、そういう意味で、皆様があんまり臓器っていう意識がなかったかもしれませんけれども、体の中にあるいろんな役割のある器官の中で、一つの非常に重要な臓器であるということを、理解してもらいたいなと思って、この、本をですね、書かせていただきました。これ本人は本当に詳しく書いていらっしゃいますけれども、それこそ例えば免疫の機能を果たしたりとか、外からの侵入を防ぐということでも非常に大きな役割を果たすということで、そのあたりはぜひですね、本の方でお読みいただければと思いますけれども、早速今日お聞きしたい一つのテーマがかゆみということでございますけれども、このかゆみも実は最近になってようやく解明が進んできていて、まだまだわからないところがあるということで先生お書きになっていましたけれども、私なども昔かゆみというのは弱い痛みであると聞いたことがあったんですが、それも否定されているというようなことも先生お書きになっていらっしゃいまして、この辺はかゆみというのは最新の研究だとどういうふうに捉えればよろしいんでしょうか？そうですね、よく僕がですね、実は医学部の学生であった30年ぐらい前は、やはりそのかゆみっていうのは弱い痛みっていう教科書に書かれていて、なんとなく自分も、それで納得していたところもあるんですけれども、近年はですね、その痛みとか痒みとか、そういう熱いとか冷たいとか、そういう感覚を感じる、皮膚で感じますよね。そういう感じたときに、その実は神経、皮膚には神経が非常にたくさん、張り巡らされているんですけれども、そこには実は10種類ぐらいの細い神経の、サブタイプというか、10種類ぐらい実は存在していて、でその中で、痛みを、感じる神経とか、痒みを感じる神経というものが別々に独立して存在していますので、痛みと痒みというものは、独立したものであるということが、ようやく最近分かってきました。ただ一方でですね、どうでしょうか。例えば痒い時に痛みを感じるのが、つねったりして痛って感じると痒みが収まったりしますよね。そういうふうに痛みと痒みっていうのは、いろんなところで、クロストークっていうか、インタラクション、お互いが、
コミュニケーションを取ってるんですけれども、神経そのものはもう痛みとかみは全く別の神経繊維がですね、その伝達を果たしていますので、まあ、独立したものであるということが まず、分かってきました。で、あとですね、そのかゆみっていうのも、どうでしょうか、いろいろな、こう、我々が多分日常で感じるかゆみっていうのは、蚊に刺された時にかゆいって感じたり、まあ、ジンマシンが出るような人はジンマシンとか、アトピー性皮膚炎とか、かぶれたりした時に、かゆいっていうのは、そのかゆい場所が明確に皮膚にあって、でそこがかゆくなる。まあ、そういうのを、いわゆる、まあ、末梢性のかゆみって言います。末梢です。外側のかゆみですね。で一方でですね、こうイライラすると、なんかこう体が無性に痒ったりとか、あるいはですね、病気で言うと、腎臓が悪い方とか、例えば透析をしている方、あるいは、肝臓が悪くて黄疸が出ていた方とか、あるいはですね、痛み止めで、モルヒネっていうものを使ったりすると、体が全体的に痒くなるんですけども、そういう痒みっていうのは、その皮膚に何か問題があって痒いんじゃなくて、なんとなく全身が痒くなる。そういう痒みっていうのは、周りの皮膚に原因があるからではなくて、脳の方で痒みを感じてしまって、体が無性に痒くなる。そういう、こう、脳の方から出てくる痒みっていうものを、中枢性の痒みと言ってます。ですので、末梢性の痒みと中枢性の痒みっていうのは、実はちょっと基準が違っていますので、そうですね。例えば、ジンマシンの時に、抗ヒスタミン薬を内服する。まあ、抗アレルギー薬とも言いますけれども、それをですね、末梢に皮膚に存在している肥満細胞っていうものからヒスタミンっていうものを出して、それが神経に作用して痒くなる。まあ、それ末梢性の痒みですね。ですので、抗ヒスタミン薬を使えば痒みが治まりますが、イライラして無性に痒くなるとか、腎臓が悪かったり、肝臓が悪かったりして、痒い時にはですね、その抗ヒスタミン薬っていうものを飲んでも痒みが治まりませんので、痒みにもですね、その中枢性の痒みと末梢性の痒みってそれぞれが別々の痒みのメディエーターっていうものがあるっていうことも分かってきます。でもう少し言うなら、ジンマシンの痒みは抗ヒスタミン薬が効くんですけれども、アトピー性皮膚炎っていう病気がありまして、まあ、結構馴染み深い病気だと思います。というのは、おそらくですね、国民の 10% 近くの人がアトピー性皮膚炎に悩んでおられますので、まあ、そういう意味では馴染みの深い病気だと思いますけれども、アトピー性皮膚炎なんかも非常に痒いわけですが、抗ヒスタミン薬ですね、ジンマシンには非常に効く痒み止めなんですけど、それがあまり効かないということも分かっています。ということは、ヒスタミン以外の、まあ、痒みのメディエーターということが、メディエーターがあるわけでして、それに関してもですね、何という物質が痒みを誘導しているのかということもはっきり分かりました。それは T 細胞というリンパ球が産生する IL31、あるいは IL4 とか13といったのは、その T 細胞が主に出す、まあ、サイトカインというメディエーターが痒みを誘導しているということが分かりましたので、最近は、ね、そういうものをターゲットにした、まあ、注射製剤、あるいは、内服薬というもので、T 細胞への痒みがピタッと収まる。まあ、そういう時代が来ていますので、まあ、昔、数年前に比べると、アトピー性皮膚炎の痒みも非常にコントロールができるようになりましたので、まあ、そういった意味では、痒みにいろんなタイプがあって、そのメカニズムが分かってきて、それに対する治療薬も開発されたということで、まあ、そういうことを考えても、まあ、痒みの領域というものは、ここ数年間で非常に進んだんじゃないかなと思います。ありがとうございます。